大倉照子魔性の女1会社を退室した時には桃子にも連れがあったので本城とは別々の電車に乗ったが S 駅を降りると彼はもう先について待っていた。2人は腕を組んで 夕闇の迫った町を二三丁も歩くと焼け残った屋敷街の大きな一つの門の前に立ち止まった桃子は目を丸くして門かぶりの松の枝を見上げあんたこのお屋敷うん素晴らしいだろう会社への行き帰りに毎日前を通ってねいい家だなと思っていたんだ 今朝出かけに寄っってて部屋を見せてもらった。離れの茶席とても素敵だぜ没落した家族さんの内職にやっているご旅館兼ご休息所さここなら会社の人なんかに絶対しれっこないからねだって私桃子は尻込みしてあなたのお宅といくらも離れていないんでしょうそんなお膝元で。 会社の人よりも奥様にしかれたらどうするのよ。東大元暮らしさ遠征するとかえってバレる」「これなら奥様だって仏様だってご存知あるまいさ」構えが堂々としているので桃子は気遅れして入りそびれていると客の気配を聞きつけて奥から出てきた素人臭い女中に案内され玉川砂利を踏んで右手の朱雀門から 庭の茶席へ通された隙を凝らした部屋を物珍しそうに眺めていると庭下駄の音をわざと大きく立てながら宣告の女中がお調子とビールにちょっとしたつまみ物を運んできたご用がございましたらここのベルをお押し下さいませ本庄の座った壁際にベルが取り付けてあった女中が出ていくと桃子はお調子を取り上げて 本庄の杯に着いたから自分はビールを飲んだまさか奥様あなたと私とのことご存知ないんでしょう多分ね君が僕の病気見舞いに来た時後で嫌に褒めてたからどうだかな知られたら困ると目で笑った困るなあ だが、が仕方がない。君とはどうしたって別れられないものだって奥様は絶対に焼かない人でしょうんだが焼かれる方がいいな黙ってただちっと眺めていられるのはつらい何を思い出したのか本庄はちょっとベソをかくような表情をした酔いが出て 色の白い上品な顔にほんのりと赤みがさして酒に潤んだ目が美しく見えた桃子はコップを唇に持っていきながらほれぼれと彼の顔に見入っていたが私はあなたが好きなんだから奥様が怒ってもあなたに捨てられない限り絶対に別れないわよ僕の奥さんだって君と僕との関係までは嗅ぎつけちゃいないさ。 だがあいつは黙っていて常に僕の一挙一動を監視しているんだそして僕のことなら1から10まで知り尽くそうとしている知らなきゃ満足できないんだいいことでも悪いことでもつまり変態なんだろうと奥様あなたをよっぽど愛しているんだわね私なんか叶わないかもしれないそういう愛情の前には 私頭が下がるわ僕は嫌だよつくづく嫌だまあ考えても見たまえ何でもかんでも知っていて知らん顔しようって言うんだからね嫌だよたばこを灰皿に押しつぶした本当に愛していれば相手の全部を知り尽くそうとするのは当然だわでも私には 離れている間のあなたが何をしているかわからないわよもちろん分かりたいけれど聞けばいいじゃないか聞いたって隠されればそれまででしょあなたにしたって私に言いたくないこともあるでしょうからねそれが嫉妬心をそそるもとになるということも知ってるけれどあなたの奥様のように何もかも見通せたら決して嫉妬は起こさないだろうと思うわ そうかな例えばさあなたとこうしていても私にはあなたの愛情がどれほど深いものかってことはわからないあなたの言葉や態度で想像するだけのものでしょう。ところが奥様はあなたの心の奥の奥まで見通せるんだから自分が優越な立場にある間は心配はないでしょうあなたに女ができたって平気でいられるかもしれない つまり自分の方が勝っているからよ愛されているという確信があるから愛情を分けられるのは不愉快だろう。全部自分のものにしたいと思わないかしら私はあなたの肉体も精神も独占しているつもりでいるんだけれど本当はどうなのかしら奥様が嫉妬しないところを見ると怪しいもんだわ うちの奥さんはね僕を鎖でつないでおいて適当に遊ばしてくれるんだよ飼い犬のつもりで嫌がる嫌なやつさと吐き出すように言うだってご新婚当時は随分奥様が役に立ったって言うじゃないのそりゃ役に立ったさあいつの持っている第七巻の神秘なんだよ そのおかげで危険も救われたし上役の覚えもめでたくどんどん出世もするしさ上方だったが今じゃその勘がうるさくなった何でも知ってやがるのはつまりその第七勘が発達しすぎるからだそして近頃はますます鋭くなりやがったこのまま進んだら僕は苦しくって一緒にいられないキングルインになってしまうぜ あなたを気狂いにさせるほどの情熱。私は羨ましいわ。あなたの奥様が。何を言ってるんだ。君がいなかったら僕は生きちゃいられない。奥さんぎりだったら僕はとうに自殺してしまったら。私には第七巻どころか第六巻も働かない。平平凡んで何にもわからないから。 そこががあななたには肩が凝らいいいし、し気楽でいいんでんょ君とこうしている時だけが僕には天国なんだよ本庄はついと立ち上がってちょっと次の輪を覗いた水色の覆いのかかった涼しそうなスタンドが枕元についていて白馬の茅しに紅色友禅の布団が生めいて見えた彼は襖を締め切ると桃子のそばへにじり寄って 肩へ手をかけて引き寄せ。ねえ僕の全部は君のものなんだよ。桃子のコップを持った手がブルブルと震えたダメよビールがこぼれるわ。と飲みかけのコップを彼の唇へ持って行った2 家を出るとき今日は宴会で少し遅くなるかもしれないと言っておいたので12時近くに帰ったが妻の安子は別に怪しむ様子もないのに内心ほっとして言わずもがなのことまで軽口にしゃべり続けたののの関係もあるるだろううが、酒が酒まずっったね。やっぱりうまいのは、うちの晩酌に限るな。安子はちらりと流し目で彼の顔を見た 5つも年長の彼女はいつも厚化粧に派手な見なりをして彼との釣り合いを気にしているようだった「そんなお世辞を言ってお酒の後ねだりしたってもうダメよ随分召し上がっているんですもの毒ですわ」と言いながら彼のために取っておいた配給のビールを抜くのだった安子は柱時計を見てあれ もう1時よ明日日曜だからゆっくり寝ていらしてちょうだいなその間に私研究所へ心霊の修行に行ってきますわあなたのお目覚めになるまでに帰りますから本庄は苦い顔をしていい加減にしろよ修行修行ってどうするつもりなんだこれ以上勘が発達されちゃや,やりきれないだって 私には立派な霊能があるんですもの修行して磨かなくっちゃ損ですそしてあなたがもしかし失業でもなすったら私霊媒になってうんとお金もうけてあなたを左内まで遊ばしておいてあげるわバカ縁起でもない32の僕が今から失業してたまるかいこれからじゃないか ははい、はいすみませんお疲れのところを余計なことを言ってお気に障ったらごめんなさいでは私はお先へ休みますからご宴会の続きでも考えて思い出しながらお飲みになってください安子はふすまをぴしゃりと閉めて出ていった「宴会の続きでも考えて」と言われた言葉が頭に残って気になった。 お疲れのところ、と言いやがった本庄は訂正でつぼやきながらふすま越しに彼女の方をにらんだ2本しかないビールをきれいに飲んでしまって床に着いたのは何時だかわからなかったが目が覚めた時には安子はいなかった出かけてからだいぶん時間がたっていたと見えて朝飯の支度は茶の間の卓上にできていて白いレースの覆いがかぶせてあったが 今朝炊いたごはんもすっかり冷めてみそ汁は水のようだった朝飯を終わってお茶を飲みながら何気なしに妻の机の上を見るといつもきちんと片づけてあるのに今日に限って家計簿も出しっぱなしになっている日記帳の上には万年筆も転がっているほう女房のやつ日記なんかつけてやがるのか生意気なあ 本庄は安子がどんなことを書いているかこっそり見てやろうと思った女房の日記なんてものはおよそくだらない家計不如意の愚痴か亭主の不平と決まったら冷笑しながらパラパラと二三枚はぐり最後のページに目を落とすとはっとした九月十日土曜日近頃奥田支社区の家では 潜りで旅館を開業したそうだ今日の合いびきにはもってこいの家だから彼女もさぞ満足するだろうと思い出掛けにちょっと当たってみたら割に停電だ部屋も気に入ったし妻には宴会と偽って出たので帰りの時間の心配もない万事好都合だ会社の木と彼女と同行する 彼女は妻の行師を恐れているので僕は極力妻を罵倒して彼女を慰めてやる二人は永遠に別れないという誓いをして彼女を駅まで送って家へ帰る12時15分前である本庄は頭をかきむしった女房のやつ何もかもまた知ってやがる妻の日記ではないこれは 妻が書いた本庄自身の日記ではないかバカにしてやがるしかし昨夜のことをもう知っているとは全く驚くそしてそ知らぬ顔をしているのだからあくどいやつだ魔物魔性の女彼は日記を叩きつけたが気になるのでまた拾い上げて 最初の方に目を通した8月6日土曜日年上の女の恐ろしい情熱にはさすがの僕もへきするもともと人妻だった彼女が夫を捨て地位を捨てて僕の懐に飛び込んだのだそれを今になって僕が誘惑したかのように言われるのは甚だ迷惑千番である 彼女の焼きつくような連情に僕が任されてついに結婚するような羽目になったのだが安子の第六巻、いや第七巻だそうだが最初のうちは全く重宝だった例えば近日会社で人員淘汰がありますから注意なさいと言えば45日内に必ず首を切られるやつが出てくる彼女はまた 今日は出勤時間を少し遅らさないと電車の事故があって危ないですよというバカなことをと思っても少し遅れて出かけると前の電車が脱線して怪我人があったと騒いでいるなど全く我々の六感と異なった第七感の神秘を持っている誰が言うのか彼女には豊かな霊能があるからそれを磨けば 何でもも見通せるる」ようなな偉いものになるとおだてられせっせと心霊研究とやらを始めたその実内心では彼女を離れている間の僕の行動を見たいという野心から研究を始めたものらしい彼女の本心を忌憚なく言えば本庄俊なる僕を全部独占し僕の行いを1から10まで知り尽くそうとするにある。 近頃ではただ知るだけでは満足できない僕の肉体は髪の毛から足の爪までいやできることなら皮膚を破って内臓を引き出し僕の心臓まで調べてやろうという欲望に燃えているらしいのだしかし僕を殺してしまってはならない死なせることは彼女自身をも殺す結果になるのだからそこで どうしても心霊の必要を感じる霊の力によって僕の本心を探ろうとするのだそして常に業師の目を怠らぬことである本城はパタリと日記帳を伏せて立ち上がった勝手にしやがれ何が心霊だ霊の力が何だたわけ者を と庭に唾を吐いたただいまいつ帰ってきたのか安子が後ろに立っていた日記お読になって怒ってらっしゃるのとにっこりした本庄はムッとして横を向いた決まりが悪いんでしょう。何もかも知られちゃってアハハハハでも あなたが外で何をななさろうと、と私はちっとも起こりゃしないのよ。あなたのそばにはあなたの目には見えないけれどいつでも私の霊が付き添って見ているんですから私何でも知ってるわそしてどんな女ができても結局は私が一番好きで。 私の腕の中へ帰っていらっしゃることが分かっているから嫉妬も怒らないのよアハ <laughs> かわいいからあなたの道楽を多めに見てあげてるんだわ余計なお世話だ僕の体は僕のものだ君の許しを得なくたって勝手に自由にするいちいちああだこうだと茶水されちゃやりきれない第一不愉快だ 君は自分のデタラメな想像を信じているが、実際に僕が外でどんなことをやっているか、常識で考えたってわかるはずないじゃないか。いい加減な創作日記を書くなんて、人を侮辱するにも程がある。実にけしからんよ。第一、その両見が僕には気に食わないんだ。一人の男を全部自由にしようなんて、うぬぼれも対外にするがいい。とにかく、 そこに書いてある日記は全部嘘とデタラメで、でっち上げた僕の悪評なんだ。僕をそんな人間だと思って軽蔑している奴と、この上一緒に暮らすのはまっぴらだ。また、別れようって言うんですの当たり前じゃないか僕は人間は好きだが、君のような化け物は嫌いだひどいことをおっしゃる。 あなたと別れるようなことになったら、私は死にますよ。死んだら、私の霊魂はすぐあなたの肉体に入り、あなたの霊と合致して、永遠に離れませんからね。本性は身ぶるいした。そんなに私が嫌いになったんですかもうじきに、 取りぎ電話が酒屋さんからかかってきますから辛抱していらっしゃいよそして気晴らしに桃子さんに会って機嫌よく帰っていらっしゃいね何言ってるんだ桃子なんて女僕は知らないお忘れになったご病気の時お見舞いに来てくれたタイピストさんよ本庄はそっぽを向いていると果たして 酒屋から電話を取り継いできた彼はそこにあった庭桁を突っかけてそわそわと出て行ったが電話口の声は桃子であったやつ何もかも知ってやがってといまいましそうに言ったがとにかく行くよ昨日のあそこねっ3 本庄は一部の隙のない昨夜のスマートな服装に引き換えて今日は普段着のままで羽織も着ず庭下駄を履いて奥田支社区のご休息所へ行った近くから電話をかけたと見えて茶席には桃子が先に来て待っていた彼女の青ざめた顔を見ると本庄は胸がドキリとした家の方に知れたんじゃない真っ先に胸に浮かんだことを言った い違うの家のものじゃないあなたの奥様に知られちゃったじゃないの私どうしよう彼女はおろおろ声で言ったそれがどうして君に分かったの奥様から今朝お迎えが来たのよそしてお目にかかりましたどこで心霊研究所とやらの応接室で 私とても気味が悪かったわ目を据えて廊下を歩いている女の人や私の顔をおぎるようなすごい目で見ている人達がうようよいて私体が硬くなってしまったのよ奥様もお宅でお会いした時は優しいお顔をしていらしたけれど今朝は深刻な表情で私の心を突き刺すようなお目をなすってね本庄を迷わすようなことをなさると 私は許しても私の主語の霊が許しませんあなたの身に災いが降りかかるから再び昨夜のような過失をしてはなりませんよ早く手を切ってあなたは人の夫などを盗まず正当な結婚をおしなさいとおっしゃるの余計なおせっかいだそんな言葉で二人の中を裂かれてたまるもんかでも ね私考えちゃったのどう考えたの彼は慌てて聞いた怖いんですもの昨夜のことをもう知っていらっしゃるようじゃこの先あの方にはどんなことでも知られてしまうでしょう。私今日が冷めちゃったと言ってはすまないけれど監視付きでお互いのお付き合いをする気にはなれなくなっちゃったんですもの それには本庄も同感だった別れるよ僕は断然安子と別れると本庄はきっぱり言った今こういう話をしていることも安子は家にいてちゃんと知っているかもしれないあるいは彼女の言葉を借りて言うならば彼女の霊魂が彼女の肉体から有利して自由に飛び歩き肉眼では見えないけれど この部屋のどこかで覗き見しているのかもしれないのだそんなバカなことがあるはずはないと打ち消すあとから本庄は心が身に沿わぬような不安に襲われるのだった私奥様のあの怖い目がこの障子の穴からでも覗いてやしないかと思うと落ち着いていられないのよありえないことだよ 君がそんな非科学的なことを信じるとは思わなかったみんな心の迷いだよ安子の緩和する鋭いがでたらめだそれがたまたま当たったので不審に思うのだが僕だって想像をたくましゅうすればある程度までは当たるからねそんな気休めだけでは私安心できないの奥様はとてもあなたを愛していらっしゃるのね上演に燃えた 火のようなあのお目を見ても、あなたの心を焼き尽くさないではおかないのだと思えたよ。恐ろしい執念だわ。だから、別れる。本当本当も嘘もない。別れるより生きる道はないもの。耐えざる業師に、僕は苦しくなった。まあ、考えても見たまえ、いつでもいつでもどこからがじっと見ていられる。 全てを知られてしまう。それが妻だとあっては、僕は休息することができない。僕は疲れてしまったよ彼は両手で頭を抱えて、泣くような声で続けた。誰だってある時間は自分一人の世界が欲しい。またそれが必要なんだ自分だけしか知らない天地がいるんだよそれがなくては生きてはいかれない それが心なんだ。心に思うことは口に出さない限り何人にも分からないだろう僕はその心を大切にしていたのにその心の中にまで忍び入って僕一人で思っていることを盗み知ろうとする者があってはたまったものではない四六時中休息なしに公衆の目の前で踊らされているものよりつらい。 僕は気狂いになりそうだよ妻に別れることは一つしかない僕への救いの道だお別れになったらそれでもういいのかしらその上に何がある僕は家屋敷も財産も全部彼女に与えて僕は裸一貫になって安子から離れるんだ僕がいなくなっても あれだけの屋敷と財産があれば一生食うには困るまい。食えないようにして捨てたと言われては困るから。何もかんも洗いざらいくれてやる。そしたら文句はあるまい。でも奥様は、あなたの全財産なんかより、あなたという人が欲しいんじゃないかしらならどうすればいいって言うんだ彼はイライラして怒ったような口調で言った。 どうすればって私にはわからないけれどきっと離婚を承知されまいと思うのよどこまでもついてこようって言うんならそしていつまでもこの僕を悲しばりにして苦しめようって言うんならと彼は血の毛がさっと顔から引いて鼻の頭に油汗がにじみ出た。 どうしても離れないって言ったら永久に僕から離れて二度と付きまとえないようにしてやる。とおっしゃるとどうなさるの不穏の空気に桃子はおびえながら青くなって聞いたおうんその時は 殺しちまうばかりさ。殺せば完全に僕から離れるいやそれは冗談だよハハ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 のハハハハハハのハハ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  安子は本庄の帰ってくる時間を知っているように玄関のベルを鳴らそうとするとちから扉を開けてにこやかに彼を迎えた茶の間に入るとお調子がいいお加減についていた彼女はきを彼の手に渡しながら「今日は無事でしたね」と言った何が何がって <laughs> こさんとのことのが。本庄はむっつりと口を結んだ「ねえ私と別れてあの人と結婚するご相談がまとまったの随分ひどい計画をなさる人たちねでも私あなたが何とおっしゃっても別れるのは嫌」と言って彼にするより手を握って。 彼の持っている杯に唇をつけて一口飲んだねえあなたも飲んでよいやだよ嫌だ彼は音を立てて荒々しく杯を置いた嫌なはずねもういいかけん回っているんですもの桃子さんのおしゃくでなくっちゃおいしくない何を言う ただいいているのよ私の愛情がうるさいんだって罰当たりねあ,あなたって人は誰のおかげで若いあなたが特別にこんなに出世していい地位を得たのか忘れたの彼の膝に手を置いて必要な業種を続けながら。みんな私の。 いいえ、例のおかげじゃありませんか。それがなかったら、重役候補はおろか、下っ端の使いっ走りがせいぜいよ。その大切な私を裏切って、ももこさんなんかと一緒になりたいばかりに、別れるの、殺してやるのって、大きな口もいい加減になざらないと。 世間の物笑いになりますわよ本庄は膝の手を払いのけ肩をそびやかせながらその恩があると思えばこそ今日までできない我慢をし続けてきたんだがもう辛抱ができなくなった君のうるさいふかな酒は僕を気狂いにさせるかゆいところに手の届くような献身的な務めぶりは 全くありがた迷惑で胸がムカムカする君と一緒にいると僕は頭が変になってどうかなっちゃいそうな気がする君の毒針で刺すような教師にはもう耐えられない僕は君から完全に解放されて自由の天地に大きな呼吸を吐きたいんだ目に見えない君の言う霊とかに縛られて 自由を失っているような今の生活がつくづく嫌になった別れようそれより他に僕の生きる道はないんだあなたと別れては私は生きていかれないわ生きていかれるだけのものを君にやる全財産でしょ <laughs> そんなもの、私はあなたが欲しいのよあなたの体も心も全部を私にいただきたい本庄は手にしていた杯をパッと彼女の顔に投げたいい加減にしろ私の希望を述べているのよ彼はカチカチと歯を鳴らしながら 不な能酒とは君のことだ僕は普通の女が好きになった捕まえどころのない霊だとか心霊だとかにたぶらかされて人の秘密を探ろう探ろうとしたりする女は大嫌いだ彼女はねっとりとしたまつわりつくような調子になってそんなに嫌がられているのに。 私の方じゃ好きで好きでたまらないとはなんという情けないことでしょうでも逃げられるものなら逃げてごらんなさい私の霊は私の肉体を離れてあなたの後を追いどこまでだってついていきますからねついてくるなら来てみろ 行きますともほーらあなたの心の中に私の霊が入っていく康子はうつろな目をして彼の胸を指さしたえ彼はパッと立ち上がると何者かを払いのけるように心臓の辺りをバタバタとたたいたたいているうちに彼は次第に理性を失っていった ただやたらに目の前にいるやす子が憎くてたまらなかった「こいつさえいなければ」という念だけが頭の中で渦を巻いていた彼は彼女が火鉢に突き刺しておいた裁縫用のコテを手に取るや力任せに彼女の頭を殴りつけたああなたは 本当に私を殺す気だったのねあおむけに倒れながらなおも小手を振り上げて撃ち下ろそうとする本庄をいとしそうに見上げてあなたに殺されることはもうちゃんと前から分かっていたのよだけれどああうれしいあれやれ 私の霊はあなたの魂の中に溶け込んでゆくのが見えますよ。あなたの魂と私の魂は完全にあなたの肉体の中で合致しました。永遠に離れない。私は死んでも私の魂は。 あなたの心の中に生きています何を言いやがるんだ二度目に打ち下ろしたコテの下で彼女はもう声を出すこともできなかった彼はやたらにコテを振り回しながら部屋中をくるくると回ったこの心臓の中に彼女の魂が入ってるえっろ 出て行け彼はわめきながら自分の胸を殴りつけた出出出出ないか出ろ出ろろとっとと出てうせろ彼は身をもがき何かを振り落とそうとでもするように体をゆすって胸をたたきながら家を飛び出しあてどなく往来を走った。 配給物を届けに来た林家の奥さんが安子の残死体に肝を潰して付近の交番へ訴え出たちょうどその時刻に本庄は狂人として通行の警官に捕らえられた